球最終日を比べてみると、明日は夏の空気が優勢ですが、連休最終日はさらに秋の空気が流れ込みます。明日は日が入りということなんですけども、ようやく長い夏が終わってるというところもありそうですね。そうですね、日中でも20度を下回るところがありそうです。札幌では日曜日に最高気温が18度、一気に平年を下回って、ようやく秋が感じられそうです。そして仙台も土曜日20度前後の予想です。東京は連休30度近くありますが、連休前と比べると暑さが和らぎそうです。ということで、今日の空のしおりはこちら。連休は長袖の出番。こちら服装の目安を見ていくと、関東から西は半袖、夏物が活躍しそうです。一方で北日本や山沿いでは昼間も長袖のシャツや上着で調節してください。変わりまして、上場せず時価総額10億ドルを超える企業は非常に珍しいことからユニコーン企業と言われています。日本にわずか7社しかなかった狭き門に、昨日日本の AI 開発を手がけるどうしたの、なんかご褒美欲しいの？折り返ったの？分かった、はい、じゃあお待ちなさい。